はい、皆さんこんにちは。本日2021年6月4日ですね。今新潟市秋葉区にいます。今日はね、雨でね、雨なんでなんかどっか散歩とかそういうのも全然できなくて、なんとなく新津に来たんだけど、まあこれね、左側が新津の駅ですね。結構大きな駅ですね、ここね。電車もいっぱい止まってたりする、なんか鉄道の街なんて呼ばれてるんですよね。鉄道発鉄道資料館なんて、まあ今日は行かないけれども、これはまあ鉄道資料館しょっちゅう行ってるんだけど、あのなんだっけ、あれを買ってパスポート、年間パスポートを買ってね、結構しょっちゅう行ったりしてます。好きだよね。そして新津、ここら辺ちょっと変わったな。あれ、有料駐車場がなくなってる。結構変わったかもしれない。今ね、新津の駅ちらっとね、新津の駅も行ってこようかななんて。この辺の、まあ、駅の中ではかなり大きい方の駅ですからね。車をちょっと止めなきゃいけないんだけれども、どうしようかなっていうところ。鉄道の街、おお、なんかね、鉄道 SL がね、あの万越物語なんていう SL が、あの定期的に、まあ、土日限定だったりするんだろうけど走るんでね。僕はまだ乗ったことがないんだけれども、とりあえずここの駐車場に入れていこうかな。はい、いつですね。ちょっとカメラが斜めって言った。はい、なんでシュクラ号が止まってるんだ。ほら、都市のシュクラ号が止まってますよ。たまたま来たんだけど、ほら、キハ40、あのなんだっけ、分水のね、桜祭り、あれの時にね、この車体をですね、動画に収めたんですけれども、夜走ってるのをね、今ね、新津の駅、今日は6月4日金曜日、なんで今お昼過ぎぐらいなんだけど、へえ、都市のシュクラ号が止まってました。ラッキーだね。なんでだろう。ちょっと駅の方も行ってみます。新津の駅は、まあ、線路がこれ何本あるんだろうな。あの番線も、結構多いしでかいよね、この辺の駅の中ではね。動くのかな、シュクラ号。なんでいるんだろう。本当不思議なんだけど、この辺とかは何なんだろうな。すごいね、なんか蔵の入り口みたいな感じ。そしてトイレもだいぶ新しいよね、これね。綺麗ですよね。新津の駅も結構改装されたのかもしれないね、いつぞや。わかんない、いつこんななったのかわかんないんだけど、めちゃくちゃ綺麗ですよ、ね、これが新津の駅ですね。バス停なんかも綺麗になってて、ほら、この何C57、 これはね、あの SL 万越物語って言ってね、夏場、冬は走らないんだけど、土日限定で福島の方まで行くね、 SL が走ってます。ほら、さすが、ほら、新津。ちょっとね、雨の音がバタバタね、傘さしてるんで入っちゃってるかもしれないけどね、鉄道資料館だとか、ほら、すごい、ほらね、こんなのがありますよ。今まで知らなかったけど、すごいね。はい、そしてね、あれ本物だと思うんだけど、これは SL の車輪なのかな。線路も多分レールも本物だね、きっと。すごい、こんなのがありますね。モニュメント綺麗だね、新しそうだよ、すごく。はい、デゴイチ形式の第二通りね、鉄道の車輪が飾ってありますね。街は結構なね、なんだろう、夜になると意外と明るかったりね、こう飲み屋さんだとかがいっぱいあったりね、する感じの雰囲気があります。これはなかなかすごいですよね。大きな駅ですよ、ほら、新津駅ね。久々に来ましたよ。中はね、入ったことあったかな相当な昔にあったんだけど。はい、そしてここ、ほら、サテライト、新津鉄道資料館サテライトはこちら。ここって撮れるのかな、なんか初めて見た。あれって、あの表に貼るプレート、あれ本物なんですか。ですね。今まで、あ、要はちょいちょい変えてるというか。これしかないの。ああ、なるほど。また動き出した時にあれを貼ったりするんですか。しないです。あ、しない。あ、
今まででも使ったことあるよ。ああなるほど。あそうなんですね。あなるほど。あの上野駅田とかあの新津柴田とかあのあれ本物ですよね。面白いですね。はい。ああそうなんですね。面白いですね。面白いですね。本当になかなか。どうもありがとうございました。ちょっとじゃあ町の方に行ってみます。ありがとうございます。はい、お邪魔しました。なかなか面白かった。今話し込んでしまった。今ねこの資料もらって、新津の商店街って本当鉄道の街って言われてるから、シャッターにね鉄道の絵が描いてあったり、なんかあの警報器、踏切の警報器なんかがあの本物があのお店の前に設置されてたりするんですって。ちょっと知らなかったんだけど、後でちょっとちらっと行ってみます。雨降ってるけど、ね、今とりあえず駅見てきますね。すごい、ほら万越物語ね、今運行してるみたいですからね。ステンドグラスが隠れちゃってるけど、なんでピンポン鳴ってんだ。うわ駅でけえよ。作りはねみんな似たような感じなんだけど、でも駅はでかい。シュクラゴまだいるね。もっとよく見れるかな。まあ駅はまあ普通の作りっちゃ普通の作りですね。ただやっぱりちょっとでかいですけどね。ニューデイズがあって、それなんだろう、お店かな。あ、待合室がね駅の中の方にある感じですね。駅ねこう構内入んないと使えない待合室すっごいでかい、広い、長いよ。すごく、これはほら、これもほらディーゼルだね。磐越西線は電車じゃないからね、ディーゼル機関車だから。これもキハ40とか、うん違うな、キハ110と書いてある。これなかなかにいつもね面白い電車が普段見れない。なんていうの、129系とかは当然やっぱりいるんだけど、これ2両編成だね、短いやつ。中のほらシュクラ号のこれ頭ですよ、上から見た。なんでいるんだろうね、ほら。知らなかったけど、なんでいるんだろう。たまたまほら、わかりますか。普段から新津に泊まってんの。キハ48、キハ40。すごい、ホームまで行きたいぐらいだね。あーシュクラ号乗りたかったな。何また動かしてんのかな。でもでもラッキーだね、見れて。はい、でかいですよ。電車もたくさんあそこに収納されてる。わかるかな、ズームはこれが限界、スマホだから。でも電車はすごくいっぱいいますね。2両編成みたいなディーゼル機関車がいっぱいいる、あそこには。そしてシクラゴ、結構いい感じで抑えられるね。乗ってみたかったね、あれ。はい、こちらは西口ですね。こんな感じ。まあこっちはあのお店とかが全然ないところの方ですね。こっちにもでもほら主動輪がありましたよ。これも SL のあれですね、68635っていうタイプのものの車輪。さっきのやつよりでかいね。そしてね、シュクラゴからのがよく見えるかな。風が強くなってきちゃった。わーすごいね、こっちからだとよく見える。ちょっと自転車小屋から見ようか。ラッキーでしたね今日はね。こんなシュクラゴがこんな感じで見えるなんて。はい、あ雨がすごい降ってきちゃったね。いやどんな感じで運用されてるのかちょっと今わからないですけど、こんな感じでシュクラいましたね。そして129系、線路めちゃくちゃあるね。いやここはでっかい駅ですね本当に。あ電車1台入ってきたね。そしてこの西口の自転車置き場もめっちゃ広い、めっちゃ何台も止めれる感じ。今ね1台ねあのディーゼルの機関車入ってきましたね。
ほら、これってばなんかさ、普通って書いてあるけど、新潟市内でほぼ見たことないよね、このタイプはね。で、ほら、やっぱりパンタグラフがついてないから、ディーゼルのね、軽油で普通に走ってんのかな？ちょっとわかんないんだけど、詳しく。キハ111っていうタイプですね。俺知らない、乗ったことないタイプだよ、俺。でも興味あるね、ああいうのもね。配送ですね。アウトオブサービス。あれも乗ってみたいね。磐越西線で福島方向に行くと多分乗ることができると思う。いいね、あれも。こんな感じです。そしてあの奥に止まってるのは何だろうね。なんて書いてあるかな。 GVE400 とか書いてあるのかな。あれもね、5000とかあっちの方行くとね、あの行く電車だと思います。見ることができる。5000に行った時あれ走ってたからね。あー、ちょっとね、アップするとやっぱ手ぶれするね。ちょっと見にくかったらすいません。こちら西口。さっきもシュクラ号を早く撮りたくてあのこれ撮りそびれたけど、これなんだろうね、モニュメント、イルカかな。ねえ、こういった感じ。新津駅、面白いですね。こう鉄道資料館だとか総合車両製作所だとかはね、幾度となく放送してきたんだけど、逆に新津の駅って全然来たことなかったっていうね。でもシュクラ号を見れて本当に良かったですね。動かすのか動かさないのかも分かんないけどね、こういった感じ。あの辺からね、あの辺からなんていうの、道路行って、あの辺からこうたくさん止まってるところ、電車が止まってるところを見てみてもね、いいかもしれないですね。ちょっと今日雨が降ってるんでね、あとはね、ちょっと新津の街中ちらっと行ってね、もう戻ろうと思います。仕事の途中でね、抜けてきたんでねあんまりまったりもゆっくりもしてられない感じね。こういった感じでございます。メインの方にね、戻ってきましたよ。せっかくだからね、こっちの商店街の方行ってみようと思う。このホテル三好っていうのはやってないよね、おそらくね。こんな駅の真ん前のね、一等地なんだけれども、やっぱりホテル、こういったホテルの経営は若干厳しいのかもしれないですね。多分やってない、雰囲気的には。いや、やってないな、絶対。やってないね。廃墟っぽいですね、廃墟ね。これは駅前通りなんだけど、なんか昔に比べるとだいぶ寂しい感じになったかもね。やってるこうやってお店はあるんだけど、八百屋さんとかはね、もっと飲み屋みたいなのがね、ずらっとあったような気がする。ほとんどやってないね。そして多分この辺とかもほら、飲み屋だった感じじゃない。これも全部シャッター閉まって全然やってないですね。看板も取っちゃっててね。だいぶ寂しい感じにはなってきてますね。ここはやってるみたいだけどね、地どっこ酒場。はい、こちらからですね、はい、新津鉄道商店街ですね。この辺からシャッターアート通りなんていう名前になってて、こんな感じでね、シャッターにね、電車の絵が描かれてるんですよね。磐越物語って書いてありますね。そしてこちら115系ですね。ほら、これあれじゃないの、あの何、あのキムワイプからやってもらう。こんな感じでね、面白いですよね。そして、あ、向こう側もほら、マックス絵が描かれてますね。面白いですね。これがまあ鉄道の街と言われるね、由来の感じでございますが ね、結構まあまあ賑やか、なんかこういう音声ガイダンスが流れてたりね。そしてあれはどこにあるんだろうね、この通り沿いらしいんだけど、あの何、警報器、踏切の警報器のあるお店がね、あるらしいんですよ。ここもね、ほらシャッター開いてるけどねだから夜とかね、全然お店が全部閉まってるような店に来ると、あ、時間に来るともう全て見れる感じになるのかな。ねえ、こんな感じで面白いですよね、すごくね。描かれてないお店もあります絶対じゃないですね。そこはほら、まさに SL ですね。面白いね、新津の街って。こんなに楽しめると思わなかった。で、向こう側がほら、あれなんだろうね、キハ E120?E120 っていうの？面白い。この辺とかも多分シャッター閉まったら、あの、多分、これもほら、シャッターからはみ出て、ほら、シャッターし閉めてほしい。閉めて。こんな感じで面白いですね、とっても。
はい、こちらはね北越区派48号系ですね。綺麗に描かれてますね。プロが描くんでしょうね。なぜかこのルレクチェの絵が描いてある。なぜなんだろうね。面白いですね。ここはちゃんとこっち側にほら前から見た絵も描いてあります。そして来ましたね、200系来ましたよ。マニーズのね、鉄道資料館にはこれ本物がね置いてありますからね。まあこうやって絵で見るのもなかなか楽しくて面白いですね。はい、あっちがですね、今度はなんだっけ、あれ稲穂だね、特急稲穂で、こう書いてないお店もある絶対じゃないね、こういった感じ。ここね、新津ゼロ番線商店街っていうみたいですよ。ゼロ番線ありましたね、ほらあったね。本当に遮断機というか、あの踏切というのは何、警報機ありましたね。向こう渡って見てみようか。はい、ありましたね。これちゃんと機能するらしいですよ。音も出るし、パカパカも光るんだってね。どういうタイミングでこう鳴らしてくれるのか分かんないですけど、これはおもろいですね。ね、でこれは写真みたいな、なんていうの、ちゃんとした絵、区派181。そしてほらこれは歯医者さんがねやってるんだね、三浦歯科医院。いい宣伝になりますねこれね。僕世界に放送してますよこれおもろい、すごいニーツおもろい。向こうのニーツフードセンターはやってないんだけど、シャッターは何も描かれてないんだけど、この上にちょこっとだけ SL の絵がね貼ってあります。そしてここ汽笛吉ってなんだこれ、え、ここもちょっと面白いね。待合室、わ、ここもちょっとおもろいですよ。ちょっと入りづらい雰囲気だけど、こんな感じのところが結構ある。なんか面白い、ほら多分本物。何、中で会議みたいなしてて、わ、なんだろう、異様な雰囲気だった面白いね、ニーツなかなか面白いですよ、すごい。おい、どこの店もこんなの持ってんだね。配られんのかな、まさか本物だよ多分あれも。面白いねこれ、着物屋さん。たまに雨に濡れるこうやって、なんで繋がってねえんだろう、たまにこうやって雨に濡れる。おお、面白い。わ、何これ、うわー、ちょっと待った、これめちゃくちゃおもろいんじゃないこれ、マジか、行ってみる。うわ、これ知らなかったよ俺、なんじゃこりゃ。これみんな絶対本物、こんなのあったね昔。さ、雨すげえ土砂降りだけど、高橋の駅、うわー面白いね、マジか。これちょっと見てみる、見てみる。すごい、めちゃくちゃおもろいんだけど、これうわ面白い、すごい雨、面白かった、なんかすごい面白いですよ。あのね、撮影許可もらおうと思って店員さん、でもね店員さんが全然出てこなくて、ちょっとなんかダメだったあのぜひね興味ある方はあの来てみてください面白いかな、ね、店員さんが出てこないわからない。はい、だいたいこの辺で終わりですね。今これ端っこ、なかなか面白かったですね、ニーツの商店街、ゼロ番線、そこに書いてあるね、ゼロ番線商店街っていうね名前みたいですよ。うわ、結構ねところどころ雨に濡れるんだけど、すげえ楽しかったですね。ここも、あ、駅に戻れるかな、こっちから。でそこにはねほら鉄道模型のお店、ホビーショップ田村さんね、なかなかこういったね N ゲージとか売ってるんだろうね、面白いです。まあ、ここからね戻ろうと思います。